やっぱり背背骨骨が必要だとということで背骨勉強会確かにあの哲学っていうのは大切だと思うんですけどもこの背骨勉強会今やることなのかなというふうに思うんですが今やることじゃないでしょうこれねあの <laughs>、まあ、背骨っていうその命名したこの言葉もいろいろ皆さん感じてると思うんだけどだけど要はねあの今度のいろんな問題でやっぱり自民党の中堅とか若手がね、うん、非常にやっぱり不安がってるわけですよね、はい、自民党どうなるんだとかね、えー、だから今回このタイミングでこういうのをやったっていうのは。 うんまあ、目的としてはそ,のそういうやっぱり若手不安な若手を一、ねうん、回こう救済するということプラス、はい、やってる感ですよねっだってこんなことはその前に勉強しろと <laughs> そう、ねね、むしろ若手よりも <laughs>、はい、ベテランを、ね、よ永、ね、田町の常識に染まったベテランたちを勉強し直してほしいところなんですけど、まあ、この勉強会について地元の若手議員がどう捉えているのか。うん、こちらです、まあ、いい勉強会になった 派閥とはどうなんだろう、うん、笑ってありますね。うん、そしてどういう位置づけでこの勉強会やってるのかはわからないという意見もありました。うんうん、さらに、えー、同じく若手の議員なんですけれども学べるのは政治の色派の意だと。いいかうん、ちょっと少ない足りないですね。<laughs> 政治家としての胆力人間力は別で学ぶ必要があるのかなという声も聞こえてきました。うんうん、だからまあまさにやってるから、えー、さっきも言いましたけど、はい、むしろ若手よりもね。うん よく言うじゃないですか。あの世間の常識は永田町の非常識。永田町の常識は世間の非常識。今度の裏金問題なんてまさに永田町の論理でしょ。ねうん。だからね、まあそういう意味ではそういうベテラン染まっちゃったベテランこそ、うん、もう一回原点に立ち返る勉強会をやった方がいいんじゃないかい、ねね。国民との乖離がありますからね。<laughs> ねはい、<laughs> さて焦点の立っている参議院の政倫審なんですけれども、うん、自民党を応じる方向ではあるんですね。うん、ちょっとこちらご覧いただきましょうか。はい 早ければ十四日にも開催ということなんですが、うんうん、まあ野党側は三十二人全員の出席を求めています。うんうん、で、これ手相さん、八日金曜日今週の金曜日にも政倫審開催に関する議決が行われると。う、ね、いつ何人どういうみたいなものを決めよう<ー>ということなんですけど。で,ね、でもね、これ皆さんよく見てください。はい、この参議院の参という字をね、州、はい、に変えましょう。はい、衆議院。衆議院。 同じじゃないですか?。やりましたね。同じことやってで、野党はこれだけ求めて、それで自民党は、うん、そうね、出してもいいね。じゃ、あゆっくり、後で決め。そもそも、政倫審で明らかにならなかったんだから。そうですよ。それより、もっとやらなきゃいけないことがあるんじゃないか。で、それでね、今後、まあ、この政倫審について、私が取材した感じでは。どう決着つくかですよね。あの、これは、岸田さんの周辺、それから、自民党の幹部なんかにも取材したんです。がまさに、これです。三つあります。一つは、小出し。小出し。これ、衆議院の時もそうだけど。少しずつ、少しずつ。 出していく本当は50人出さなきゃいけないのにちょこちょこちょこって出してどっかで止める、はい、から時間を稼いで忘れさせる忘れさせるって,これだってどういうことで,すか明日でもやらないじゃないですか。<laughs> はい、なのにグズ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 やっていくと国民とかがね、うん、もういいよとか。 な、ね、めてるんですよ、国民を、はい、今回、国民忘れてませんけどね、うん、そういうことを忘れさせる作戦じゃないかいやでもだんだんもういいよってなっちゃうもう一つ怖いのは、はい、引っ張ることで一発逆転の演出これは,こ,れは、ね、この問題をずっと引っ張ると、はい、どっかで岸田さんがまたね、はい、あの整理審に僕は出ますって言ったみたいに、はい、処分しますとかなんか大きいことを言って、はい、一気に今度は指示に。 指示をもらうように決断したかのようになるほどだからそういう引っ張りながら一発逆転狙ってるんじゃないかこういうことを自民党の幹部が言ってるんだけどこれじゃダメですよねいや本当ダメだと思いますさらに実はあの国会で、ね、こんなやり取りがあったんですよね、はい、ちょっとこちらご覧いただきましょうか別の思惑があるんじゃないかと思うんですよひょっとしてですね4月に補欠選挙がありますその補欠選挙に合わせて解散のフリーハンドを持ちたい そのために、自然成立の期限、土曜日中の採決を何が何でも強行したい、補欠選挙に負けたら、総裁選の再選が危うくなる、だから4月5日、8日の裏金解散、総理、ちょっと考えてるんじゃないですか、どうですかこれに岸田総理は全く考えておりません。 辻元議員は裏金解散じゃないかというふうに言ってますけれどもこれ、スケジュール見ましょう、今後の日程、はい、僕は4月解散はね、可能性薄いと思うんですね、うん、4月は訪米がありますもんね。しかも、この 3, 3つの補選が4月あります、はい、これも相当今、厳しいんですよね、これがポイントになってくる、うん、だから厳しいんじゃないかと私は思います、ええ、でただ、岸田さんがね、もう1回総裁、もう1回再選するためには、もう解散しかないんですよ、ええ、解散してそこそこに勝って信任得るしかないので、のじゃあ、勝てるタイミングはというと、はい この米があるそれからあの減税もある、うん、あ減税ありますもん、ね、ボーナスもちょっと上がるなんていう6月ぐらいですよ6月、うん、この6月に解散、うん、の可能性が今のとこああま,まあこう見る人が結構な形町では多いですね<ー>でここで少しでも勝てば少しでもですよ信任ということになるってだけどね 選挙いいじゃないですかやりましょう。選<挙>一票を僕らが投じることできるでしょう。いや私たちの一生懸できるのに。だからどうぞ解散してくださいっていうのは私の意見ですけどね。六、はい、月にあるかご注視ですね。